エレン・ハンコックはアメリカ合衆国の技術者、実業家。IBM の上級副社長、グループエグゼクティブを経て、1996年7月から1997年7月まで、アップルコンピューターにてギル・アメリオ CEO のカダウとして、研究開発担当上級副社長兼 CETO を務めていた。エクソダス・コミュニケーションズの元会長兼 CEO。 1996年にコープランド計画を中止し、オープンステップを次期 MacOS の技術基盤として選んだ人物である。1999年にカナダ人企業家、ロジャー・ボアベール率いる日本最初のインターネットサービスプロバイダーベアアップルコンピューターの CEO、アメリオ氏辞任収益重視型に転換するエクソダス、その強みは 2001.09-21IT メディアエンタープライズ米ップルシャ社 c t o a 連 c 国史マッキントッシュのテクノロジービジョングローバルオンライン米エクソダスにより買収インターネットドットウォッチドットインプレスドット c o ドット j p 2 0 2 0年3月28日閲覧アスキー・エクソダスコミュニケーションと野村総合研究所 インターネットアウトソーシング事業で、業務提携。ASCII.jp。2020年3月28日閲覧。インタビューエレン・ハンコック。エクソダス・コミュニケーションズ・ CEO。データセンターは甘くない安易な参入は、やけどの元 G サーチみっけ。気になる記事だけダウンロード。ビジネス情報なら G サーチみっけ。2020年3月28日閲覧。 ありがとうございます。